まあ、今回は、デュエルマスターズの、ファイル紹介ですね。私がコレクションしているもののファイル紹介なんですけど、まあ以前からやるって言いながらなかなかやれてなかったんですけど、ちょうど年末までね、今日合わせて4日あるんで、4日間で、まあ、いわゆる基本セット編と次のエキスパンションの、インビンシブルソウル編を、分けてねやりたいと思います。っていうのが、まあ、基本セット編だけでファイルが2冊とインビンシブルソウル編だけでファイルが2冊なんで、ちょうどね、1日1冊ずつ紹介できたらなと思います。まあまあ死ぬもの言わずね見てった方がいいかな。でちょうどなんだデュエマプレイスとかでこの辺のカードがねどんどん出てくるんで、興味ある方もいらっしゃるのかなと思って、タイミング的にもいいかなと思ってやっております。で反射がねちょっとうざいんですけど、ご容赦くださいと。でちょっと待ってよ、こちらがデュエルマスターズ記念すべき第1弾ですね。で、スーパーレアクリムゾン、見えるかな、ちょっとファイル紹介の動画なんかあんまり撮ったことないんで容量得てないんですが、クリムゾンワイバーンとメテオドラゴン、ちょっと見づらいかな、こんな感じですね。でクリムゾンワイバーンとメテオドラゴンが何枚だ、クリムゾンワイバーンが5枚、メテオドラゴンが4枚持っておりますと。でもなかなか今値段上がってますよね、はい、次第1弾の非文明のベリレアといえばガトリングワイバーン、ガトリングワイバーンがこれだけ、ファイル1面が9枚なので18枚ここにありますね、はい、次ボルシャクドラゴン、ね、第1弾といえばボルシャクドラゴンだよね、はい、デュエマプレイスでもね活躍しておりますと、はい、これが何枚、10枚か、ちょうど10枚ありますね、はい、あとが、ガトリングワイバーン残り4枚、3枚ちょっとはみ出しちゃってるけどね。次光文明ウルス、デュエマプレイスでもこれ出されたらうってなっちゃうね、はい、こちらが10枚持ってるのか、うん、とあとシャウナ、あそうだ、第1弾はスーパーレアとベリレアが2種類ずつですね、あの各文明とシャウナ、シャウナも値段上がっちゃってるからね。次行こっか、レイラ、これベリレアなんでね揃えやすいんですけど、2面揃えたいというか見開きにしたいんですけどね、あと3枚欲しいところですね。例えばガトリングワイバーンとかかっこいいよね、やっぱボルシャクドラゴンとかね。次グランギュレ、これもイラスト素晴らしい、見えるかな、イラスト素晴らしいんでねかっこいいよね、これも2面揃えたいけどもうちょっとだね。と、これ意外と揃わないんですよね、方向するグレートホーン、これあのなんだ自然文明のスーパーレア2種類なんですよ、デスブレードビートルとね、なんですけどあと2枚で9枚になるんだけどね、なかなか値段がしちゃう。でデスブレードビートル、これ飛び刺しマンドラここにいるんですけどね、こちらもあと1枚でね1面揃うんだけどもうちょっとだね。で、ドン第1弾の自然のベリレアはシェルタワーとトゲサシマントラ、シェルタワーもあと2枚なんだけどね、ここにトゲサシマントラがいるんですけど、あと2枚でもイラスト素晴らしいよ、かっこいいよな、とトゲサシマントラは2面というか見開きで揃ってますよね、2面揃って、で排気量ない分をちょこちょこ別のとこに入れていますと。次は闇だね、ザガンサム、これも人気がありますね、はい、まあ使える使えない別としてかなり人気のあるカードですよね、かっこいい。フレーバーテキストがね、あのつまらんやつを戦場に出したら一方的に勝つに決まっているっていう割にはちょっとねっていう感じなんですけど、でデスライガーね、これかっこいいよね、ちょっとゾイドっぽいけどねこれも割とどちらも値段するかな、まあそこそこするんでちょっと揃えにくいっちゃ揃えにくい。でギガルゴン、ベリリアね、
闇の、ベリレオン、ギガルドンとデスライがもう1枚ある10枚持ってるけど9枚なんでね、ちょっとはみ出して、ギガルゴンはあと3枚揃えばね、見開きで揃んでなんとか揃えたいところです。まあ、初版、全部初版ですねこれ。あの再録なんかもあるんですかね、そういうのはあの別に保管しております。はい、で、闇文明のもう1枚の自然ベリレアが容器シルフィーっていうんですけど、容器シルフィーがなかなかねこれ出てこないんですよね。意外とベリレアだけど揃えにくい。あと何枚、あと5枚欲しいかな。見開きで揃えたいですよね。これかっこいいよな。フレーバーテキストもいいんだよ。ダークロードは弱音を、じゃあね、弱音だって、ダークロードは弱者を許さないんだっていう感じですね。で、第1弾の、水文明ですね。アクアスナイパー、値段上がったね、はい、一時期に比べるとかなり値段が上がっていますね。でキングオリオン、ね、はい、あんまり枚数がないというね。アクアスナイパーが5枚か、キングオリオンが4枚。でここにちょっとキングポセイドンがいるんですけど、ちゃんとキングポセイドンかっこいいよね。かっこいい、イラストがいいよね、素晴らしい。とよいしょ、あともう1枚です。もう1枚っていうか、あの第1弾の水文明のベリレアがこちら新枚ですね。 見開きで揃ってて、かつ、こちらにもありますね。でキングポセイドもちょっと余ってるんで、余ってるものもちゃんと、ファイルに閉じておりますと。でここからが第2弾、あ今日はね第3弾までね、あのファイルに第3弾まで入れてるんでいきます。で、第2弾は、スーパーレアとベリレアが1種類ずつですね、各分名で。バルディオス、これ見たことあるでしょ、ユニオンプレイスでもよく出てるね。進化の、うん、そうそうそう、ヒューマノイド、これも一時期に買うベルトかなり値段が上がったんですけど、なんとかね、9枚は揃えられましたから、ちょっと状態が悪いのもあるね。とこれベリレアボルザードドラゴン、これ出たっけ、うん、出たっけ、ちょっと覚えてない、まだ覚えなかった。で、あと3枚で見開きで揃うんですけど、これもかっこいいよね、これ意外とかっこいい、こんな感じでね。はい、で東のボルシャックが目覚めるとき西のボルザードが方向するっていう感じで、まあ、ボルシャックドラゴンのライバル的な存在なんですが、全然ね値段の違いはありますが、ボルザードドラゴンも結構値段が上がってるね今ね、うん、なかなか揃えにくくなって。でゼノマンティス、これはまあストレージなんかでもよく見るかな。あなんで急にゼノマンティス来た、あそうだ、ゼノマンティスはベリレアなんですよね。次のこのリアルファングがスーパーレアな、スーパーレアベリレアとおっとと揃えたかたんですけど、デュアルファングはね3枚しか揃ってない、なかなか出ないのとちょっと値段がするんだよね。でゼノマディスこんだけあるっていう、ストレージでもよく出るからね。あとが、第2弾の闇文明が、ジェノサイドワーのスーパーレアですね。こちらもなかなか出てこないんだよ、5枚しか持ってないですね。まあできたらね9枚ずつ欲しいんだけどね。で、暗黒挙兵マギン、これはよく出るんですよね。で、あと3枚で見開き揃いそうですね。で、これがよく見るとちょっと見づらいかな、色違いがあるんだよね。 こっちの方が見やすいかな、これ薄いのと濃いのと2種類わかるでしょ。こっちが紫っぽいのと、なんかうん、この色が違うんだよね。クリーチャークリーチャーの色が違うと。でちょっと間が空いてクリスタルパラディン、これもかっこいいな、これ人気のカードですね。高そうな、そうそう。でこれも私も6枚しか持ってない、うん、まああと3枚欲しいかな、でもなかなかねちょっと買えない。でプラズマチェイサー、これも割と出るんだけどなぜか見開き揃ってない、あと1枚かな。かっこいいよねこれ。
ちょっと開いて、ラ・ディアバーレですね。これもまあちょっと値段上がったかな、一時期に比べると。かっこいいね、イラスト。ちょっとツルっぽいよね。で、ベリーレアが、よいしょ、エーテル。これも出るでしょ、ディアバーレ。で、見開きで集めたいけどね、あと何枚、5枚かが欲しいところですね。で、開けての、ちょっと今日は最後になっちゃうんですけど、これ第3弾のマスター・オブ・デストラクションの、ガル・カーゴ・ドラゴン。これも値段がちょっと上がっちゃってて、割と揃えにくいかなと思います、今ね。まあ、かっこいいかって言われたらちょっと怖いんだけどね。みたいだね。あと1枚で9枚揃うんだけどね。で、ベリーレアが、潮流ジャバハ。これもちょっと揃えにくいというか、も意外と持ってないんですよね。5枚しか持ってない。で、闇文明のスーパーレアがギリエル。これちょっと見づらいかな。かっこいいんですよね、イラストが。なんでイラスト人気もあるのかな。ちょっと揃えにくいかな。これ4枚しか持ってない。で、ジャックワイパー。これ何度も再録されてるね。使えるしね。うん。ジャックワイパーがこちらとこれ。だから12枚か持ってますね。まあベリリアはできるだけ見開きで揃えたいかな。うん、とあと、光文明がミイラですね。これもちょっと値段が微妙に上がってるかな。かっこいいしね。で、ジークバリキューラね。これは9枚揃ってますね。あとが、スーパーレアカオスフィッシュですね。これあまり有名じゃないというか忘れ去られてるけど、かっこいいけどね。かっこいいか気持ち悪いかだね。これは9枚ともうちょっと、あ、10枚持ってるね。あとベリーレアがレジェンダリーバリ、かっこいいね。で、自然文明がエアリアルジャイアントです。このヌボーとした感じが好きなんですけどね。5枚しか揃ってないですね。で、これ攻撃する、これアタックするときに自分のマナゾーンにあるクリーチャー全て自分の手札に戻すっていう、なんかねマナゾーンなくなっちゃう。で、ベリリアがギガマンティスですね。こちらもまあまあ揃ってて、あとこちらにもありますね。見開きまでもうちょっとかなっていうところですけど、ギガマンティスもかっこいいからね、揃えたいところですね。これかっこいいよね。こんな感じでね。これめっちゃ状態悪いね。状態が悪いのもね、一応ファイルに保存しておりますね。はい、っていう感じで、今日は、なんだ、基本セット編っていうかね、第1弾の、第1弾なんだ、エキスパンションで、最初のエキスパンションの、第1弾から第3弾までのファイル紹介でした。やっぱボルシャクドラゴンかな、この中で有名なのは。値段がつくのはどれだろうな。まあちょっと、この辺のやつって値段が上がってるからね。ガトリングハイバーンなんて、60円で売ってる店もあれば500円でね、売ってる店もあったり、近所の店だと800円だったりするんで、ちょっと値段バラバラだけどね。はい、まあ状態にもよると思うんですけど、この辺のカードね、かっこいいんで、まあ、ボルシャックドラゴンなんかもね含めて、クリムゾンワイバーメテオドラゴンなんてね、500円だったんだけどねちょっと値段が最近上がってる。まあね、デュエマープレイスで興味持った方とかね、イラストもかっこいいものが多いんでね、ぜひ集めてみてください。まあ、コレクターっていうほどね、私あんまり持ってないんですが、まあ参考になれば幸いです。で、うまくいけばって、明日はね、残りの第4弾、第5弾、あとデッキのカードなんかを紹介できたらなと思います。では、本日は以上です。ありがとうございました。バイバイ。